生死祭、藍沢生死祭、文久三年七月十四日は、江戸時代後期から、末期の水戸藩士、水戸学藤田派の学者、思想家。名は安、字は、白民、通称は常蔵。号は、生死祭、金正祭、遺い祭。天命二年、水戸藩士、藍沢教系の長男として、水戸城下の下屋で生まれる。母は、根本重政の娘。 陽名は一五郎、または安吉。藍沢家は、代々九次軍、諸沢村の農家で、初代藩主、徳川頼草の時へ笹となり、祖父の代に氷方勤めとなり、父、兄計の代に士分となった。完成3年、10歳にて、藤田裕国の私塾へ入門し、陳身にして、託式ありと評された。死となった裕国は、 聖死祭の8歳年上で未だ18歳ではあるが、すでにその突出した学識で資文に取り立てられて、名声があり、関連的な学問により実社会に役立つ実学を奨励した。後に聖死祭は、有国の教育内容を、およびモニーハンにまとめている。完成11年、大日本史の修士局の商工官に入り、書写生となる。また、ロシアのアダム・ラクスマンがネムロに来行すると、 勇国は、ロシアの南下政策に関心を寄せ、正室祭も、ロシアの国情、国際関係を入手できる書物からまとめて、今日は元年に、千島異文を表す。今日は3年、隠し切るス列となり、江戸商工官勤務となる。文政4年には、藩主、徳川春都氏の諸行氏の持続を命じられ、その中に、後の9代藩主、成明もいた。文政6年、 新物版上座となる。文政7年、水戸半領大津村に食料を求めて上陸した、イギリスの捕鯨船員と会見した。その会見の様子を記した、アンエビスモンドを表し、翌年に対策についての考察、いわゆる尊能上異論について、体系的にまとめた、新論を表して、藩主、徳川成信に、上呈したが、内容が過激であるという理由で公には、 出版されなかった。文政9年、有国の死去を受けて、商工官総裁大学に就任した。文政12年、藩主、成信の後継問題で経済郎を擁立する運動に参加し、山野辺義官、藤田東子らと共に、江戸へ出て奔走した。無断で、江戸に出た罪で筆則を命じられたが、30日ほどで、許されて、軍部業となる。翌年通じ、 懲役となり、また商工官総祭となった。以後、成役から取り立てられ、反省改革を補佐した。天保3年、六高150国。天保9年、学校造営係に任じられ、犯行の規模、教育内容を研究して、学生略説などを表す。天保11年には故障頭となり、犯行の行動官の初代教授頭取りに任じられた。同時に、 薬量200国が救され、計350国となる。行動官は翌年開校され、水戸学発展に貢献した。高歌2年、成明は江戸幕府から反省改革の問題点を指摘されて、隠居、禁止を命じられると、政治祭も誓教を命じられた。開園2年に成明が復帰すると同時に赦免され、後に行動官教授に復帰した。安政二年、 将軍、徳川家貞に越見する。安政5年、幕府の日米修好通商条約締結に関して、朝廷から、水戸藩に土の絵馬の密直が下ると、相沢は密直を水戸藩から諸藩へ改装することに反対して、直上の朝廷への返納を主張し、藩内の尊能上一員派の領収として、尊能上威撃派と対立する。成明が、 安政の大国で越境処分となると藩内はさらに混迷し、正司祭はその収集に努めた。文久2年には、一橋義信に対して、開国論を説いた事務作を提出する。このため、激派からは、老毛と批判された。同年、馬解答上座を務める。文久3年、水戸の辞邸にて死去。82歳、墓所は、茨城県水戸市の本邦寺。 静止祭は、新論において、尊能上異論を唱えた人物として知られるが、同時代の多くの知識人は、新論に含まれる神話的な国体論に関心を示さず、思想書というよりも、解剖論の書として評価した。長州藩の吉田松陰も当初は、その一人だったが、嘉永4年の未都来訪の際には静止祭に6度に渡り面会し、以後、日本の自覚を主張するようになった。 松影の東北有日記には、藍沢を、豊富こと数字、立目酒をせつく、深い論の聞くべきものあれば、必ず筆をありて、これを記す。その天下のことに通じ、天下の力を得るゆえんかと記されている。幕末期になり、尊能上異論が、盛んになると、神論は、多くの詩,詩たちに読まれるようになるが、聖子祭の思想をそのまま授与することはなく、国体や、 再生一致といった言葉や部分だけを眼骨脱退する形で受け入れられた。水戸学の中での生死祭の評価が高まらなかった理由として戦前の水戸学研究では三つ国と成秋、東高水戸学の二つのピークとする認識が一般的だったことと裁判年に表した事務作の中で今時外国と通行はやむことを得ざる勢いなるべしと述べたことが 変設、転候と受け取られたことが、後々まで影響したことが挙げられる。ありがとうございます。